開収録めっちゃ楽しみ。でもなんかティラノレース私公開収録すごい色私ティラノレースめっちゃ楽しみ。何あれ、ティラノザウルス、ティラノサウルスになるの。アーリアさん、シタユさん、ありがとうです。ヒガナオさん、キュウさん、日向坂46さん、80、確かに808さん、日向坂46さん、のびさん、マーリッカさん、クバさん、ありがとう。トリケラトプスなのにティラノサウルス、楽しみ。どんな感じなんだろう。シルニジピンさん、ありがとう。ねえ今さ、アーヤと魔女やっちゃおう。シルニジピンさん、マツさん、ナベさん、ミーツルンさん、ありがとう。カーボンさん、リナルフィさん、ありがとう。テレビつける。さあ、あやみおや、私あや知らない。あーにゃ、やっほー、魔女やっちょう。ハニバルさん、ゴンタさん、やばいやばい、おひかつちちしょさん、フォーユーさん、みんなありがとう。コバさん、はじすけさん、ハニバルさん、山猫坊主さん、髪が抜けたかと。コバさん、おひかつちちしょさん、ハニバルさん、ボテさん、ハニバルさん、コバさん、キハさん、808さん、ハニバルさん、素敵。ニュースは全部そればっかりじゃん。めっちゃ綺麗じゃん。今大谷翔平選手の奥さんらしき人、ゆきまるさん、福ちゃんじゃん、松さん、ひげしお牛タンさん、その映像が真田さん、一緒に言ったあんやかも。はぁー、もうくれーわぁ、バリーさん、一緒にやったさん、ジャックさん、ボテさん、燃えるゴミゴミさん、ありがとうです。あくびが出た。シルバーのハート、ごめん、足が当たっちゃった。こっちばっか見たくなる。あと魔女、アーヤと魔女ってジブリなんでしょう。シルバーさん、ズーです。揺らしちゃった。あ、おめでとうございます。あ、結婚してもうダメです、ダメです。存在、結婚してのギフトに分かんなかった。初
808さん、エルさん、Q さん、かわいい、ありがとうです。アイスレモンさん、バラ、カージさん、マシュマロ、エルさん、ダルマ、フムさん、クッキー、パクチーさん、マシュマロ、ありがとう。本日3度目、ベーコンと卵美味しそう。これね、そうよ、ジブリよ。あ、燃えちゃう。ミラカーさん、マサさんがハートありがとう。ジブリ映画のケンタ食堂とウケる。ミキちゃん、ミキアフィナロフィーさん、ありがとうです。一気ツーさん、ありがとうです。パチパチ、夜ご飯はメールに載せたよ。なんつうの、でもご飯に思えないよね、多分。どのメール、まさかのね、ご飯とは思えない夜ご飯でした。美味しかった。おやすみ、福ちゃん、ちはとありがとう。あ、なんか 3D、 なんかさ、かわいい絵。あ、怒ってる。あ、ブッダ、痛そう。ちょっと怖いかも。ミミズの罰って何？カズヤさん、ホムさん、ね、ピクサー感すごい。サトシさん、ボテさん、フさん、ラストアンさん、ありがとうございます。マシュマロとキャンディーとハート、タカピーさん、お手紙ありがとうです。山口県にさ、ジブリ店が来てた時さ、ジブリ店見に行ったんだよ。その時、アーヤと魔女あった。サトシさん、ハートありがとう。タカピーさんもハートありがとう。コンタさん、マシュマロありがとう。フルスマさんもマシュマロありがとう。怒ってる？お母さん？ミキヤくん、レインモンスター、めっちゃキャンディー、たくさん持ってる。ホワイトデーの延長。え、知らない、解剖学。そう、めっちゃありがとうです。キーツーさん、ノリちゃんハート、おひかちじじいさんハート、ありがとうです。怖そう。というか、お家に帰ってすぐだから、ちょっといい感じ、なんか変な感じ。お家に帰った感覚がなかった、そういえば。そう、お家に帰ってきました、さっき。ただいま、お家に帰った瞬間配信してみた。変な感じ、お家に帰ってる感覚がなかった。急にテレビつけて配信始めてた。無意識状態だったかもしれない。不思議。ただいまです。
識がある。うわ、私来週絶対見る。私魔女の宅急便も好き。ゆうなぎさんもしもらありがとう。え、来週の金曜日魔女の宅急便絶対見る。ルーティーンだったのかもね。イケミンさんバラ、コンタさんマシュマロありがとう。ド派手魔女、4時まではド派手魔女。え、なんでその怪文知って、なんか今作ったんですか。八ゼロ八三だるまに、20日が雨の予報なの変わらないか。20日お話し会か。808さん誰もミツさんハートありがとうです。そっかそっか、キラソンには無理です。キキとジジヌ、サンポジさんありがとうです。ミツさんかわいい、ありがとう。このルームに来て会話の作り方を覚えましたこのルームすごい。わかる。デッキブラシで飛んだ瞬間、私耳をすませばは大人すぎてまだ見れてなかったんだけど、見てみたい。面白いんですか。見てみたい。思い出ポロポロとかなんかは難しい。まだ見よった頃が子供やったから理解できんくて。耳を澄ませば見てみたい。あれはなんかすごい。キラキラ、青春なんだよね。サンパチさんマシュマロありがとう。ミツさんありがとう。キャンディー深夜さん、リノロフィスハートリフ、今日も一日お疲れ様でした。ああ嫌なやつ嫌なやつ、カントリーロードだよね。コンクリートロードとかいいね。青春なんだ、いいな。今さらけ、いやもちろん。でもさ不安だったの、帰りもその公共交通機関も使ったんだけどさ、止まってくれるか心配だった。止まってくれたけど怒ってた乗客の人たち、みんなそこで降りる人たち。さんぽちさんありがとうです。ハメマークなんだ。幕張メッセ帰れたよ。幕張メッセ、そうか。じゃあ私めちゃめちゃ髪の毛ボンバーになっちゃうから頑張ってストレートかける。私さ本当に、あ、456日あげる。456、確かに英語の勉強になりそう。ディズニー英語は割と英語の勉強になる。今日自分のフェイスラインなんか朝より夜の方がやっぱむくみ取れててすごい。朝はなんかボテってしてた、ブリブリーみたいな感じだったけど。ハルブンさんバラリでも20は多いな。なるなりさん、のぶさんありがとうです。カラスさんありがとう。ストレッチ自分受ける。あ、確かに花粉飛ばないならいいね。はるるんさんバラありがとうです。カラスさんハートありがとう。
ディズニー英語は上品。のぶーさん、マシュマロ、なるなりさん、マシュマロ。え、アーヤと魔女も黒猫出てくるの？え、この猫喋るの？頑張れ。幕張用のさ、お洋服ポチったんよね。でさ、でも2日間、その本当は昨日の夜受け取れるかなと思ったけど、昨日そう意外とスケジュールが夜遅くまでね、今日も今日の夜本当次受け取るつもりだったけど、今日の夜もスケジュールが夜だったから、あってなって、おやおやってなって、3度目の正直明日受け取れたらいいな。翔太郎さん、ありがとうです。雪の結晶、ハンニバルさん、ありがとう。マリーさんもハートありがとうね。宅配便受け取りチャレンジあるよね。しかもさ、宅配ボックスがさ、あんま空いてないけさ、パンパンなんよ、売り切れ。宅配ボックスがもしね、自分専用があったらいいかもしれないけど、宅配ボックスパン、なんか売り切れ中だから、毎回ね。受け取れないか、明日こそ。あやとくんハートありがとう、みきやくんハートありがとう、ひかつじじじゃさんハートありがとう。受け取りポストって何？いいな。ふんちゃんマシュマロありがとう。あ、壁に穴開ける。あ、サムさんありがとうです。雪の結晶、怖い。え、催涙スプレー違った。トンボ？あ、うん？め、レディーバッグ。違う、コウモリ。なんかよくわかんない、得体の知れない。これ何これ？マシャさん、ありがとう、雪の結晶。レディーバ？メントウムシ、テントウムシ。池様ハートありがとう。テントウムシが出てこない事件、メントウムシやばい。はやは何を見たの？池様、祖父さん、ボディさん、ありがとうです。あー、やっぱコンビニ受け取りがあるよね、楽ちんだよね。おたけらちゃん結婚して、ダメです。あーやって髪の毛そんな感じなんだ。そう、おたけらちゃん結婚してダメです。おー、
顔が変わる。怖いね。そう、白熊。そう、昨日の夜配信ができんかったから、ハッピーさん、ひなとトラさん、ミユさん、お仕事ありがとう。そう、昨日、昨日の夜、夜配信しようと思ってできなかったけど、白熊ありがとうございます。ホワイトデーのそのキャンペーンの達成も嬉しい。テーマパークとペアクパーク嬉しいです。ありがとうございます。で、それでめっちゃ、白熊のなんか4月のゴールデンダルマからだから、ゴールデンダルマでどん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 やってったら本当に、ゴールデンダルマ、タイヤキング、花火職人、あ、かき氷姫、花火職人、もうわかんない、色いっぱいやりすぎてわかんない。一周するの3月の白熊さん、はあ、ありがとうございます。称号たくさん嬉しい。バリーさんハート、マヤチンさんもハート、ありがとうです。あ、たこ焼き券はもうめちゃめちゃ消化しましたよ。あれが、舞台の時に差し入れすることができた、みんなのおかげでみんなとたこ焼き食べれました。あ、そう、その舞台チルキミューララ、あれ始まります。ディレイ配信、ちびわたけら結婚して無理です歌いっぱい。だってもう今年入ってもハッピーガールとモテクイーンと、で、白熊さん、一みこしって何？一タワーの再来？トラフガニさん、ありがとうです。マシュマロ、ハッピーハッピーハッピー。称号、確かにまとめサイト欲しい。わかる。欲しい。すごい。すごい。一みこしは絶対楽しめる。少し1でなんかめっちゃ絶対みんなが楽しめるやつじゃん。1円ギフトはまだ許せる。好き、1円ギフト、1円ギフト好き。1円の大きいギフト、自他は以来です。嬉しい。マッサージ、ありがとうです。キャミー、嬉しい。本当、確かに。そのレストランのギフト券も、そう、お取り寄せもできるみたいだから、お取り寄せにしようかなと思って、おいしいで家族でみんなで食べたいと思ってる。ヒロさん、花束ありがとうです。本当にみんなのおかげでたくさんなんか美味しいものとか食べさせてもらってる気がする。ありがとう。
丸さん、ありがとうです。確かに腹筋タイムする？変な腹筋キープしながら読むやつ。あ、どうなるん？有名シーン来た。特製ガリラさん、ロレールさん、ありがとう。またケロちゃんもありがとうです。え、ご配信させてね、これからも。ピポンちゃんありがとう。いくよ。ミミズって何？あやとくん、ありがとう。ゆきやくん、ハピポンちゃん、怖すぎる。橋本信郎さん、誰もありがとう。呪文が破れた。ブブローさん、ありがとうです。やだよね。でもなんかグミみたいなタイプで安心。マジで？楽しそう。ミミズの毛ってどんなことになっちゃうの？ミミズが、あ、猫ちゃん来た。カスタード、トーマス、ゲット。ひよこ、かわいい。あの子欲しい。
まずきます。強烈な親子喧嘩。なんかどういう話か理解できないなこれ。急にどこ行っちゃうの。うわ、ちんぷんかんぷんこれ。メンタル系理解で精一杯だよね。なんかついていけないかも。え、お母さん若い頃、あれお母さん、しかもアーティストってこと？頑張れ。え？あ、4月5日スズメの戸締まり。あ、そうなのか。あ、お父ちゃん。虐待、あ、そうくらいか。なん、どういう意味って思った。あ、それ、そういうことかね。ちょっとね、逆のタイムスケジュールみたいな、そういうあれかと思った。そういうことか。言葉にしたら分かった。ね、あら、確かにちょっとひどい。今日マック大変。なんで繁忙期、金曜日だから。あー見たい。ロムさん、マシュマロありがとうです。毎週末、あ、システムトラ、すごい、もう世界現象なんだ。マックは世界のマックだからってこと。泣いたね。ご褒美、毎週末ご褒美マック、素敵なご褒美。うん、そうなんだ。ジャージャービンクスは好きよ。いそのちゃん、ありがとうです。
やけバーガーキングとか言っとったんか。キャッシュレス決済、あら、そうなの。衣装お疲れと可愛い、ありがとうです。初代白熊さん小画面さん、ありがとうです。マシュマロもありがとう。そっか、それクーポン配り始めたバーガーキング、すごいよね。あ、そうなんだ。まあ、お休みになるか。現金しかってことでしょ。サム、かわいい、尊い、ありがとうです。まあ、確かに現金使う人あんま多くないか。かわいい猫、マジ猫かわいい、いい匂いしそう。つぶちゃん、ニコニコ現金派。素敵。私はね、ペイペイ、ペイペイ覚えたからね。よかったね、チーズテリトも食べついて。金曜日マック食べたい人多いでしょ、絶対。明日にはなるといいね。フライデー、サタデー、明日。めっちゃ美味しそう。クックドゥの炒めソース食べた。私も現金あんま使ってないな。道の駅で、ん？あれで使った。サービスエリア？みつさん、ありがとうです。ハート、ありがとう。いさおち、マシュマロありがとうです。てけいさんそっちじゃないよね、電卓よね。あ、公園記念写真は献金なのね。しちゃった。モッツァレラチーズかわいい。一口モッツァレラ食べたい。ティラノレースさ、楽しみなんやけど。あれさ、見るね。ティラノサウルスの格好できるの、私着ぐるみ着る。どうなっちゃうの。カズニー46さん、ありがとうです。しんいちさん、ありがとうです。ヨシさんも、ガチョさんも、ありがとうです。前髪ね、ね、落ち着いた。めっちゃ楽しみじゃん。さかなクンさんいらっしゃる？
いさおちかちょさん、レッピタンさんありがとうです。カズニー46さん、ミャオさんありがとうです。リコは今まで着ぐるみ着たことはありますよ。お、着ぐるみはない。ある、ある。ウッポさんありがとう。これかぼちゃも確かに。でも着ぐるみ、リアル着ぐるみあるんですよね実は。広島ここ美味しいよってお店ありますか。広島みなとフェスタがどこにあるのか分かんない。私そんなにいっぱいお外でご飯を食べないからあんまり詳しくないんですよね。チェリーさん、いさおちありがとう。あ、そう、国松、私が唯一国松、国松は汁なし担々麺。リさん、チェリーさん、着ぐるみ、え、リアルの、え、終わっちゃった。あ、いや、なんかリアル、リアルな着ぐるみも企画で着たことがあるんです実は。みつさんありがとう、ハート。汁なし担々麺、
雪帽子。そうですね、私かき氷が好きなんですけど、氷や雪帽子さんはかき氷よく食べに行きます。カズさんお疲れありがとうです。イサオチマシュマロ、あ、黒弁、確かに広島駅で売ってるの黒弁。黒弁ラブ、イサオチ、ボテさん、ウッポさん、ミラボ、ありがとう。あ、雪の結晶ありがとうです。なに楽しんちゃうと、もう口が開く、そうなっちゃった。確かね、楽しみ。ウッポさん、雪の結晶ありがとう。ウッポさん、ミラボ、ありがとう。面白い。てかボロボロすぎてびっくりした、これこうやってやった時、これが見よう。ああ教わりました、学んだ、うん、黒弁大好き。タラ、フォイさんありがとうです。マシュマロ、これがミラモ。間違えた、ごめんね。面白い。明日の朝、朝配信する、朝準備配信する。ジブリパークの話、ほんと蜂が丘、早起きでした、早起き7時とかかな、7時とか、7時10分とかギリギリまで寝る。 B 級グルメ、え、焼きそば、焼きそば、明日はじゃあ7時10分に配信で、7時10分から8時10分、八ヶ岳どこにあるんですか。あ、広島行く、会えるの楽しみ。ゆうたんありがとうです。マシュマロ、ね、夜更かしできないよ、7時10分から8時10分でいけるよね。明日はお弁当をいただけるんかな。どうしよう、迷ってきた。なんかちょっと自炊お弁当を持っていくか悩んできた。こうか、ありがとう。勝吉さん、みさん、それだったら今2つぐらいストックがあるから、それを持っていこうかな。うん、チーズ、イソウチありがとうです。牛ピーマン、牛ピーマン作りたい。確かに持参お野菜、確かに、確かに、そうしよう。特製ゴリラさん、ありがとう。クッキー、声、お野菜食べなきゃな。ハウル
ねえハウルのさ動く城のハウルさ、うわ美味しそう朝ごはん。そうそう、なんかさお風呂掃除したらさなんか魔法が溶けちゃうの面白い。金髪じゃなくなっちゃうんだ。ハウルの動く城もさ私しっかり見れたことないから見てみたい、ね、だよね。じゃあ野菜、今日のお野菜たちをじゃあ連れていくわ。今日まだ残ってるの。今日ポン酢ピクルスにした人たちが残ってるから、その人たちとニラつくねさんたちを連れていく。ニラ大事。しんちさんです。しんちさんありがとうです。まさかのネタバレ？あ、ほんと？見たことなかった？ハウルの動く城。でもそこは全然重要なねあれじゃないよ。重要なシーンじゃない。なんか全然重要なシーンじゃない。あ、レスいっぱい受け取ってくれてありがとうございました楽しかった。本当に大好き。ジャパンアイドルフェスティバル、ご飯のシーンとか。あーやとマジは全然理解できなかった。健康になりたい。え、映画館で見たの？当時ってこと？茹でたてのパスタに茹でたてのブロッコリー。マヨがやっぱ美味しいよね。野菜の美味しさ再確認できてる感じ。え、うん。あとはやっぱ味覚を大人にしていきたいよね。お野菜を美味しく食べられる大人になりたい。見えてたよ、己のスキム T シャツ。赤かった。赤くて文字が書いてあった。春は山菜、山菜、山菜、わらびとかつくしとか無の感情で女の子と見にデートじゃん。ハウルに取られた。ハリポタとか。ああ確か山菜。やっぱマヨネーズだよね。見えてたよ。身長ハリポッターとかも分からない。うん、あんまりよく分かんなかった。だからアマプラで見るよ。アマプラで見るよ何かそうそうそう。うわー私ジブリパクマジスタジオジブリラブ。ジブリパーク行けてよかったな。魔女の宅急便も最近その金曜ロードショーでしっかり見て分かった。天ぷら、アマプラ、天ぷら、アマプラ。スズメの戸締まりもやばい、本当に大好き。私はこれを映画館で見に行きました。じゃないですか。うわ、ソーソングフリーで始まるやん。見れん見れん。消した。カット野菜食べれる。完全予告制ね。ポン酢味のブロッコリー割といけました。美味しくないかもと思ったけど、ポン酢ってやっぱ美味しいよね。フリーレンあと2話で。そうなの？やばい、どう終わるんだ。ハンターさんマシュマロありがとうです。
リーレもあるんや。スライン語ね。ジブリ展やってくれるよ。え、広島夏ジブリ展来るの？あ、読者のページは大丈夫でした。ちょうどね、なんかショーが区切られたとこやったから、区切られてちょっとしか進んでないとこだったから見つけやすかった。面白い。恥ずかしい。移動時間に。ジブリ展広島に来るなら最高。夏に来るんか。ノーネームさん、かわいい、ありがとうです。え、あ、空いてる土地ある、ジブリ展を置く。そうだよ、ココアさん爆笑してさ赤くなってた。すごい。すごい。え、行きたい。ノーネームさん、かわいい、ありがとうです。ありがとう。広島県立美術館、素晴らしい。沖さんのツイート素敵。美術館行きたい。コバさんハートありがとう。ブルターニュの、ブルターニュの光と風、何それ、たの綺麗そう。なんか見るからね。チリパも始まるよ。そっか、コバさん、サンソンさん、イサオチ、ナミナリさん、ありがとうです。でも私はもうそろそろで、そっか、同時視聴したいけど、もう明日の寝る準備をしようかなと思います。明日7時10分から朝配信、ね、みんなは忙しくなってください。同時
耳したい。明日頑張る。早寝する。そうね、ありがとう。明日に備えて早寝。ブルナリさんありがとう。カズさんもありがとう、ありがとうです。あ、そう、なんかスタッフさんがそのメールをね、鉄板さんありがとうです。メールをスタッフさんがその管理してくださって、なんかどのメールを読むとか いつもやってくださってるんですけど、今回は初めての人が多かったみたいな、初めてメールを送ってくれる人が多かったなって言って、で選ぶのが難しかったって言ってた。そう、だからみんなが送ってくれたのすごく嬉しかったです。ありがとうございました。チルキミウララ見てください。嬉しい。現場でも見てた。ダブル視聴、前でゴミゴミな人無理です。ハルルンさんマロありがとうです。岩田さんマシュマロありがとうです。イサオチ回復薬ありがとうです。鉄板さん、アジパンさん、コンコンハートありがとうです。コンコン気の結晶ありがとうです。そう、だからみんながいっぱいお便り送ってくれたおかげで、すごいなんか嬉しい、新鮮なチリパになりましたよ。ありがとう。イサオチマシュマロありがとう。終わるのに前髪を整え、カズさんいいね、ありがとう。では今からお風呂に入って寝ようと思います。おやすみ。今日も私の配信見てくれてありがとう。ふわー、39位から読み上げるね。はじすけさん、東京1068さん、ソニチみやおさん、あやとくん、さとともさん、したゆうさん、わたまるわーさん、ぽむさん、さとしさん、たかぴーさん、ぬるなりさん、ぽてさん、ふぉゆうさん、つやしさん、きゅうさん、たらばがにさん、みちさん、こじさん、ロムさん、わたけらちゃん、ぼやっきーさん、りぬろふぃーさん、ちびわたけらさん、こんたさん、さんぱちさん、はにばるさん、おひかつうちゅうちしゃさん、ゆうや、たくせいゴリラさん、おすんじさむ、しあわせなぁ、なりちゃん、そして本日の秋元先生枠は、バリー先生でした。ありがとうございました。伊沢内初代白熊さんの称号元コバさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は山猫坊主さんでした。ありがとう山猫坊主。第2位は福ちゃんちリコチさん一筋、ありがとう福ちゃんちありがとう。そして第1位はウッポさんミラボでしたありがとうウッポさん、ありがとうございました。配信を見てくださった皆さん本当にありがとうございました。あーのりみおさんありがとう、ありがとうです。バリーさんありがとう、こちらこそありがとうです。バリーさんお疲れもありがとうです。お腹、そうお腹すきすぎてエネルギー不足、ちょっとでも野菜食べたから。ポストさんどれもありがとうです。明日の朝のヨーグルトを楽しみに寝ます。確かに配信終わってほしくないよね。でも早寝してほしいよね。そちお疲れとありがとう、ありがとうです。まさのりさんお疲れ、ありがとうです。今日も私の配信を見てくださってありがとうございました。遺跡ないのになんでここにいるの、何したのありがとう。じゃあ今夜も健やかに眠りましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、おーやすちー、みんな健やかに。イサオチワッフルありがとう。イサオチハートありがとう。ワッフル、いつかワッフルをお腹いっぱい食べる、食べるフル、食べフル。じゃあおやすち。チリパ笑いすぎて、そうだよね。
くならないように注意ね。じゃあおやすちん、また明日朝7時10に会いましょう。7時10やばい。7時10に会いましょう。